はい、渡辺です。今回ね、フラッシュエピック US ショベル解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。こちらね、フラッシュエピック US ショベル一撃近接キル。これ、エピックになってるんでね、ブーストがついてるんでね、キルで 10% 兵士 XP ボーナスを獲得ということでね。これまだ1回も、これね、対人プレイで使ってるんだけどね、もうすでに。オック岬とかオック岬で使ってるんだけど、そんなに使ってないんだけどね、これ永久腕力までやってないんでね、そろそろやらないといけないんだけど、結構遅く、これレアドロップだと思うね。レアドロップで引き当てたと思うんで、早速ちょっとこちらになりますね。これめっちゃ強いっすよ。これこうやって三角長押しでね、三角ボタンを長押しでこうやって武器を眺められるんでね。これ射撃場で必殺武器意味をなさないんだけどね、結構素早いんでね。今回基礎トレーニングセラテッド組み合わせてるんで、より素早く攻撃が可能になってるんでね。これ強いっすよ。さっきアイスピックとね、トレンチナイフのボット相手にプレイ実況動画を撮ったんだけど、フリーフォールやっぱ厳しいね、近接武器は。でも、一番多分これ強いんじゃないかなと思うんだけど、リーチも一番長いし、攻撃も早いんでね。どうです、これ。いいっしょ、これ。ヒロイックも欲しいんだけどね。猫いろいろあるでしょ。アーミーバンジョー。これなんかスコップみたいだね。これなんか面白いね。フラッシュ2っていうのがあるんだね。ヒロイック US ショベル。ヒロイックになるとね、ブーストキルで15%になるんでね。兵士 XP ボーナス獲得で。フォーティチュード。なんか、AKB48 の恋するフォーチュンクッキーのフォーチュンみたいな感じでね、名前がなんとなく、フォーティーチュード2っていうやつもあるんでね、広い、これ US ショベル。これスコップだよ、これ、カゼリで。欲しいで、これ。新しい武器バリアントのアンロック方法、コレクションをアーマリークレジットで入手。師団プレステージに到達、ソーシャルランクに新しくランクインということで。自分は結構もう一旦戻るんだけどね。あ、いいか、戻らないでいいか。もうこんなに溜まってるんでね、ノーマルドロップ、これサプライドロップ101個でしょ？冬の賄賂。で、レアドロップ109個。ゾンビサプライドロップ1個、冬サプライドロップも105個溜まってるんでね、オープンしていこうかなと思ってるんで、そろそろ。なので、多分さっきのやつ出るんじゃないの、これ。このヒロイックとかね。こうヒロイックなんか多分獲得できるんじゃないかなと思うんだけど。はい。これまた、今回解説なんだけどね、もう一つ恒例のね、ボット相手に対戦してみたのプレイ実況も撮っていくんでね、2試合。チームデスマッチとフリーフォール、計2試合撮っていくんでね。乞うご期待ください。はい、以上にしたいと思います。はい、今回フラッシュエピック US ショベル解説のプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。